常年司チャンネルニュースの虎川ガオー、はい、始まりました。皆さんチャンネル登録よろしくお願いします。おかげさまでですね、23万5千人かな、もうそれぐらいに今チャンネル登録になりました。本当に皆さんのおかげです。これからも頑張るんでね、よろしくお願いしたいんですけど、今日はねちょっとね、最近ちょっとニュースばっかりねやっていたんで、ちょっと久々にねアニメの話をしたいなというふうに思うんですけど、ね日本人の教養ですよね、アニメってね。で、予言の書でもあったりします。で、私ね本当にアニメを見るようになったねきっかけは、私両親が共働きでして、はい、うちの母親もねずっとね働いてたんですよ。正社員というか公務員ですけどね、はい、陸上自衛隊のですね技官だったんですよ、うちの母親は。はい、で父はね、あれです、今でいうと装備長ね、昔は技術研究本部って言ったんですけど、そこのやっぱ技官で、防衛省の職員同士の実は、カップルでして、で、家からね車で30分ぐらい行ったところに車通勤で、30分かな、3、40分かかるところに車通勤していて、でよく残業とかもしてくるのでね、家でね待ってるわけですよ、私と妹と2人で。そうすると、遅いと8時ぐらいになっちゃうね、残業して帰ってくると。そうするともう、なんか、やることなくて暇じゃないですか。だからずーっとテレビ見てたんですよ。で、私が子供の頃はもう漫画キットボックスから始まってね、もうずーっと夕方の5時ぐらいからね、子供番組パンポロリンみたいなね、あれテレ朝だったっけな、パンポロリンね。ポンキッキはフジテレビですけど、ああいうのから始まって、アニメの時間帯があって、7時から特撮やってたりとかっていう感じで、もうなんかずーっと夕方の時間帯はもうアニメか特撮みたいな感じだったんで、それで、ずっと見てたんですよね。はい。それからだんだんこうね、スーパーロボットがね最初好きになって、でそのスーパーロボット一番好きだったのはやっぱライディーンかな、ライディーンは超合金も持ってて、でもマジンガー Z とかね、最初はマジンガーからですよね。マジンガーは私前にも言いましたけど、ジャンボマシンダー持ってましたからね。うちのおばがね子供いなくてね、僕のこと溺愛してくれたんで、超合金からジャンボマシンダーからみんな買ってもらってね、ライディーンも超合金持ってましたし、あれも持ってましたよ、鋼鉄ジーグもマグネットでこうくっつくやつね、持ってましたよ、首バーッと折れるやつ、ね、とかね。あとあれですよ、当時、戦隊もの初代ですからゴレンジャーの時期でしたけど、ゴレンジャーのバリタンクも俺持ってましたから、こうやつね、はい、持ってましたけど、そうで、それでずっとアニメ見てずっと来て、で小学校3年生ぐらいの時かな、大胆3がね、小学校3年生があれすっげえ面白いなと思って、でその後ですよ、大胆3の後確かガンダムだったんですよね。でガンダムは僕実は最初のところ本放送でやってる時に見てなくて、でどっから自分は見たかというとね、コアファイター脱出せよっていうやつあるでしょ、第何話かな、コアファイター脱出せよって、結構もう進んだ後ですよ、サイド7出てルナ2行って、その後その大気圏突入するっていうやつね、それから見たんですよね。でたまたまなんかテレビつけたら、土曜日のね午後ね、午後っていうか夕方5時半ぐらいですけど、見たらね、ガンダムやってて、でそれまでその大胆3はかなりそのちょっとスーパーロボットの中でもちょっと特殊で、ややそのこうロボットが兵器っぽく描かれていたんですけど、ガンダムはさらに踏み込んで、敵が量産型だしさ、でその武器の名前を叫びながら攻撃しないしさねえ、なんかこう武器の名前叫ぶじゃないですか、普通のスーパーロボットって、それを叫ばないで攻撃するし、おわすげえこれ画期的だなと、そうかロボットってこう兵器みたいなんだみたいな感じで結構感動して、でガンダム面白いよっていうことで、で当時ね僕ね同じクラスにいた友達にガンダム面白いよって言ったんですけど、見てる人がね自分よりも先に見てたの一人だけで、藤田君っていうのが藤田見てるかみたいなまた友達ですけど、多めの友達でね、藤田君しか見てなかったんです。で2人でガンダムいいよねっつってずっと語ってて、で3年生から4年生にかけてかな、1978年ですからね、ガンダムってね、 RX78 ですから、確か、4年生だよね、4年生にちょうどだから僕が9歳から10歳になる時にやってたのがガンダムで、でそれで、確かあれですよね、ジオン の戦争は、最初の戦争は、宇宙世紀 W79 に確か、W80 に終わるのか、そう1980年に終わるので、ちょうどだから4年生から5年生になる時にやってたのかな、はい、そんな感じだったと思います。で、ガンダム終わったんですけど、なんか最初ほんと全然人気なくて、誰も見てなくて、ガンダム面白いよって言ってんのにみんなね、なんか、ヤマトの方が面白いとかね。なんか昔そうだ、なんかすげえくだらないこと思いました。ツチノコ新聞うち撮ってたんですよ。で、そのツチノコ新聞についてくる、なんか子供が読むこんななんかちっちゃい、
くるくるとかいうなんか変な、確かくるくるってたんですけど、なんかそれでなんかその読者投稿みたいなやつでガンダムが好きな人とヤマトが好きな人が論争するみたいなわけわかんないことがあったりとかして、なんかそんな時代だったんですよね。でガンダムすごい人気出たのはね、僕が小学校6年生ぐらいの時に再放送、まあガンダム何回も再放送やられてるんですけど、再放送2回目か3回目ぐらいかなの時に突然なんかあのガンプラが出てね、でガンプラで火ついたんですよね。はい、で自分はもともとガンダムはあのストーリーから見てたので、ガンプラはね正直ね2個ぐらいしか作ったことないですね。はい、あれザクとグフぐらいしか作ったことないかな。あんまガンプラそんな興味なくて、でもなんかみんなガンプラにハマって、でガンプラからガンダム見るみたいな、なんかそんな流れ で僕はもう中学生になる頃にもガンダムは相当メジャーになってたんですけども、その時多分再放送4回目ぐらいですよ。でその時はもう自分はだからその最初ね本放送で、まあ当時ビデオとかもなかったですから、本放送で見てた時に見逃したやつをまあその再放送でほとんど全部見て、まあ、その後再放送何回もやられてるので、もうほぼセリフを暗記するぐらいまでガンダム見まくってっていうまあ流れですよね。でガンダムはその後続編のねゼータガンダムが出てくるのは僕は高校1年生の時なので、だから何年ぐらい5年ぐらいだからガンダム作られなかったんですよね。はい、80年代の中盤ぐらいになって、ところまでガンダムの続編がないまま、その後そのガンダムの後の枠がねザブングルになったりダンバインになったりなんないってこうやってったんですけど、あのそこからですね、あのイデオンがね12チャンネルね、あの東京12チャンネルイデオンが出てきて、イデオンがまあひでえ悲惨な話でね、まあ、映画まで見ましたから、ちょうど僕が中学生ぐらいかな。でそのイデオンの後ぐらいが確か、あそうか、ダグラムがあったんだ。ダグラムあってイデオンあって、確かでもダグラムとイデオンって放送時間違ったと思うんだよな。ダグラムはあの今のボトムズの枠でやってたと思うんで、今のっていうか昔のボトムズの枠でやったと思うんで、テレ東のですね確か5時15分とか5時45分とかすげえ微妙な時間からやってたんだと思うんですよ。でイデオンは確か夜7時からやってて、イデオンの方が前だったかな。でダグラムまあ面白かったんですけど、なんか長くてもう途中で見るの嫌になっちゃって、でその後ですね、だから自分好きだったのはガンダム終わった後はまああれですよね、まあダグラムはまあ好きでしたけど、ダグラムよりも前のザブングルがねあのガンダムの時間帯でやってて、でザブングル良かったですね。でエルガイムはね、エルガイムとあとなんだっけ、エルガイムとあと重戦機エルガイムとあれなんだっけ、妖精出てくるやつなんだっけ、忘れちゃった。ダンバインだ。ダンバインやってエルガイムあって、そんでザブングルでちょっと前後忘れちゃったんですけど、その3つのうちは僕はザブングルが一番面白いと思ってザブングルすっげー見てましたね。であとまあその後そのテレ東に移ってイデオンで、イデオンのダグラムの、そしてボトムズですよ。もうボトムズは衝撃でしたね。いまだにボトムズは見ても面白いなと思ってね。ボトムズもね最初に見たのがね、確かキリコがウドの町でね治安警察 の本部を襲撃すると一人でね、しかも途中で AT 撃破されて乗り換えるんですよね。で、あれから、あれぐらいから見たんだと思うんだよな。本当の意味では惑星リドの第1話はね、実は僕は再放送で見てると思うんで、本放送の時もね、最初は途中から見たんですよね。で、なんか主人公やったら暗いやつで、でもメカがすげえリアルで、面白いなと思って、で、その後ウド編が終わって、クメン編が始まってね、地獄の目視録みたいな話になって、これすげえ面白いと思って、ちょうど見てたんですよね、ボトムズね。あれがちょうど中2の転校する直前ぐらいの時にね、見てましたね。はい、あれも本当面白かったなと。でボトムズでもうガチハマりして、でちょうど同じ時期はもうちょっと後かな、マクロスはそれの後だったのかな。でマクロスは前語りましたけどね、はい、まあ、マクロス最初のやつと愛を覚えてますかぐらいまででね、まあ、マクロスは卒業しまして、はい、でその後ねアニメはだいぶなんかちょっとご無沙汰になっちゃったんだよね。なんか結構ビデオがね普及してね、レンタルビデオとかがまあだいぶ出て、OVA がね、かなりいっぱい出ましたよね。まあ、僕ら中学の頃のダロスってやつが確かありましたよね。月の裏側になんか巨像があって、ビーム B みたいななんかやつもあったし、で、その後ガンダムもね、いろんなこう、なんか番外編みたいなやつが OVA で出たりとかね、まあ、ゼータガンダム出た後ね、いろいろあったりとか、まあ、そういうのをこう多少見つつ、まあ、ボトムズは、ボトムズもでも本放送終わってから、ビッグバトルと、それから、ビッグバトル出て、ラストレッドショルダー出たのかな、ラストレッドショルダー出て、で、その後野望のルーツね、これも最高傑作だと思いますけど、ボトムズのね野望のルーツが出て、でそこまでは見たんだけど、その後確約たる異端までの間がまた結構空くんだよね、ボトムズのね。でも確約たる異端からちょっと微妙な
感じになって、でもペイルズネワイルズでもうちょっともうやめてみたいな感じになってしまったんですけどね。でボトムズの後はあれか、あの高橋涼介先生の作品を全部見ててね、あのやっぱあれでしょ、あのガリアンね、はい、あのガリアンと、それから、SPT レイズナーね。レイズナーでもちょっと途中でわけわかんなかったですね。なんかあれおもちゃが売れなかったからか、なんかそんなような理由で、半分ぐらいまでやった後いきなり最終回放送して終わっちゃって、その放送した最終回も俺見れずに終わっちゃったんですよ。最終回の1個前まで、これどうなるんだろうみたいな感じのところで終わってしまったみたいな感じ で、その後あんまりハマるアニメってのはなかったのかな、うん。でその後はだからまあボトムズこう見たりとか、なんかそんなような、はい、あの感じで進行してたということですね。はい、まあ、あの私のアニメ遍歴はまあ大体そんな感じで、でやっぱり、ね、ボトムズがもう座右のアニメですよね。うん、自分の中でやっぱ一番面白い、これやっぱね全員見なきゃいけない。もうボトムズ俺多分全話最低10回以上見てる自信がありますね。全話まずテレビシリーズ見た後にね、ビッグバトル、ラストレッドソルジャー、そして野望のルーツですよ。最高傑作ですよ、野望のルーツね。もう本当にね座右のアニメです。もう本当ね、世の中シビアだなっていうのを教えてくれたのがボトムズかなと。ボトムズなくして情念司なしという感じでね、まあ来たんですけど、すいません、ただボトムズ愛を語るだけの動画になってしまいましたけれども、もうぜひね皆さんね、あの走行機でボトムズ見ていただきたいなと。確かなんかで見れますよね今ね。なんで見れるんだろう、 U-NEXT とかなんかで見れるのかな。まああの動画も出てるし、あと YouTube でもね確かお金払えば見れると思うんで、ぜひね見てない人は、あの昭和の教養ですので、走行機でボトムズご覧いただければというふうに思っております。はい、ということで、ね、ちょっとこれ語り尽くせないことがあって、これ以上やってると1時間ぐらい喋れそうなんで、この辺でやめておきます。はい、皆さん最後にチャンネル登録お願いします。ガー